ください。屋外の試合であるのがすごいことをしている。さあ逆にヘッドロック、さあグイグイと何かのように大骨のあたりを攻めていきます。さあしかしながらリオちゃん、プロレスには階級があります。ね、ムーンサルトとか横山選手ですね、100キロを超えているヘビー級選手、そしてこのショーン・ゲイツ選手のように100キロ以下、ヘビー級の選手はあのジュニアヘビー級ハイフライング、初代タイガーマスクロスク、このハイフライング、このトリッキーなスピーディーな動き、このテクニック、